中国共産党政権は11月29日から30日にかけてセネガルの首都ダカールで開催された中国・アフリカ協力フォーラムの第8回閣僚級会議でアフリカ諸国に対し400億ドルを支援することを表明しましたその援助金の内訳は自国企業によるアフリカへの投資アフリカ金融機関への融資貿易金融 IMF の特別引き出し権がそれぞれ100億ドルとなっていますこれは2018年のフォカックで表明されていた援助金600億ドル6.8兆円よりも3割以上減少しました 台湾の国立政治大学国家発展研究所の李勇丹教授は、ボイス・オブ・アメリカの取材に対し、米中貿易戦争が勃発し、中国の国力がその時から衰退し始め、市場の経済上昇幅が下落し、内部の経済にも問題が生じ始めたと語りました。中共が多くの約束を破り始め、今後に建設を約束した病院や学校もいまだに建設されていないと言います。 香港城市大学の元政治学教授である帝宇関氏は、中京は20年前からアフリカ、南米、アジアの後進国に大去投資し始めたのは、現地の資源を略奪するためであり、現地の人々の住居や雇用にマイナスの影響を与えただけだと述べました。帝氏はボイス・オブ・アメリカの取材に対し、アフリカ建設への投資プロジェクトは、海外で中京を美化するためでもあると述べました。 しかし、約束を破った主な理由の一つは、投資条件の変化、特に工業への投資変化です。鉱物の国際価格は大きく変動しています。国際価格が下落したり、貯蓄量が理想的でなかったりするため、あまり儲かりません。このような状況が続くと、約束を果たせないだろうと語りました。